とは、共通鍵ブロック暗号であるデを3回施す暗号アルゴリズム。正式名称は、トリプルデータエンクリプションアルゴリズム。時代の流れに伴い、鍵長56ビットのデでは、総当たり攻撃への耐性が低くなったことから、これを補う目的で考案された。平文を単にデで3回暗号化するのではなく、暗号化複合。 暗号化の順に施す暗号アルゴリズムである。ただしこの鍵の選択について3つのオプションが存在する。3つの鍵、K1, K2, K3 を使うトリプルでが、1つの鍵 K4 ででを行う場合よりも安全性が向上するかが問題となる。ここで任意の K、K1, K2, K3 についてとすると、すべての P について、C1 イコールイコール C2 となる。 K4 が存在するならば、トリプルでの鍵空間は、でと同じであり、安全性は向上しないことになる。この問題について、任意の K1、K2 に対して、で、K2 イコールイコールで、K3 となる、K3 は存在しないことが証明され、でを多段にすることで、鍵空間は拡大できることが示された。つまり、では群をなさない。一般的に、 トリプルででは3つの異なる鍵を用いて168ビットの鍵帳を持っているが、中間一致攻撃により安全性は112ビット相当となる。2つの異なる鍵を用いる場合は112ビットの鍵帳を持っているが、選択平分攻撃、または基地平分攻撃により安全性は、せいぜい80ビット相当とされる。112ビットであってもそうあたりには相当な。 コンピュータパワーが必要となるが、年々の性能向上を考慮し、アメリカ国立標準技術研究所は2030年までに、使用をやめるよう推奨している。でと同じアルゴリズムで簡単に実装できることから、IC カードの共通仕様である、インブなどをはじめ現在でも広く利用されている。ただし、安全性が実質112ビットまでとなることや、でを3回施すことで、 計算負荷も3倍となることから、現在はより安全で高速なアイスに置き換わりつつある。アイスをサポートしておらず、トリプルでまでの対応にとどまる Windows XP 等への介護管制を維持する目的等で使われた。トリプルでをサポートしているライブラリーは以下の通り、AB ニスト SP800 から57。 5.61.1キャンベルウィーン1992ニスト SP800 から57 5.63ありがとうございます。